動動をを誘誘発発すするるる刺激ででああり欲求行動冠水行動を誘発するものであるこれらの文脈において、報酬刺激とは、それに対して、私たちがアプローチし消費させるポテンシャルを秘めるものが、報酬であると、神経科学分野では記される。オペラント条件付けにおいては、報酬刺激とは、性の教科詞であり、また一方で、その逆もまであり、 性の教科子は報酬である。脳の様々な領域が報酬系に関与しているが、その中心的役割を担っているのは、中脳の腹側皮蓋や、洗浄体の側座角である。しかし、中脳の腹側皮蓋やの神経細胞は、様々な脳量やから軸索入力を受けており、その回路の実態は非常に複雑である。ほとんどの動物種の生存は、 有益な刺激との接触を最大にし、かつ有害な刺激との接触を最小にすることに、起因する。これら報酬を認知することで、その動物は、連合的学習を作り、アプローチと正常な行動が誘発され、肯定的感情が促進されるため、生存及び生殖の可能性を高める役割を果たしている。 報酬とは動物の適応能力向上を目的として進化したメカニズムである。報酬とは誘引行動を引き起こす刺激の総称である。例えばお腹が空いている人にとって美味しい食べ物は報酬である。しかしながらお腹がいっぱいな人にとって食べ物は報酬ではない。むしろ不快感を与える。またある種の美人や 美女の魅惑的な顔は、報酬となるが、人それぞれ好みがバラバラである。つまり、報酬であるか否かは、脳の状態に依存して、主観的な解体権を起こすかどうかということで決まる。客観的にそれが報酬であるかどうかを測定するには、誘引行動を引き起こすかどうかを測定するのが、一般的な方法である。動物の場合はその物質に引き寄せられるような、 行動をとっているかどうかを測定する。報酬の主な機能は3つである。連合学習を生み出す。意思決定に影響を及ぼし、アプローチ行動を誘発する。肯定的感情、特に喜びを誘発する。報酬系は脳全体に分布しているが、その中で重要な役割を担っているのが、中脳の腹側皮蓋やのドーパミン神経である。ありがとうございます。